本日はお忙しい中株式会社データアプリケーションの決算説明会をご視聴いただき誠にありがとうございますそれでは私の方から2024年3月期の業績の総括をさせていただきたいと存じます資料に沿いましてご説明を申し上げますのでどうぞよろしくお願いいたします資料でございますが2ページ目からのご説明をさせていただきたいと思います まず当社の決算をご説明する前に業界の動向について簡単に触れさせていただきますと当社が所属しております情報サービス産業全体としての景況感を棒グラフで示しております。こちらに記載のとおり当期の産業総売上高は17兆2,270億円と前期対比で6%のプラス。 ビジネスソフトのエリアについては1兆870億円と前期と比べますとのプラスという状況になっておりますまた参考情報といたしまして当社が売り方として力を入れているサブスクリプションサービスの市場規模も年々増加している状況でありお客様のニーズに沿って今後ともこの販売手法による 売上を伸長させてまいります。次に、業績のハイライトといたしまして、当期の実績を前期の実績と対比しております。当社は、昨年4月に子会社の株式会社鹿児島データアプリケーションを吸収合併し、非連結決算へと移行しております関係上、こちらに記載の比較対比表以降は、 連結数値とととの比較分析となっておりますことをご了解くださいさて総括といたしまして売上高はサブスクリプションでの売上が順調に推移するとともにパッケージの売り切りに関しては紙機の大型案件の受注と想定を上回るワージョンアップ案件の受注といった一過性の特需が発生したことにより増収となりました。 また利益につきましてはこの売上の増収により営業利益経常利益当期純利益とも前期の実績数値を上回る結果となりました通期の業績につきましては損益計算書で詳しくご説明いたしますとまず売上高ではリカーリングはサブスクリプション売上が好調に推移したことにより 増収とという結果となるソフトウェアパッケージの売り切りにつきましても大型案件の受注およびバージョンアップ案件が集中したことなどにより増収となり総売上高では前期対比で4億2200万円プラスの29億1900万円となりました。売上原価は1月にに実施しましまたた本社移転にあたり 旧本社の原価償却を割増しして進めたことや賃上げなどによる原価部門での人件費の増加を主要因として全期対比で8300万円プラスの7億9800万円となりました販売費及び一般管理費も本社移転に関連した原価償却費の割増しに加え人件費の増加 知名度向上への戦略的投資を行った結果による広告宣伝費の増加などにより全期対比2億8千万円プラスの15億7千万円となりましたさらにチームコラボレーションプラットフォームとしての機能を搭載した新製品プラカルの開発やエンタープライズデータ連携プラットフォーム製品である ACMSAPEX の次世代型ソリューションである NEXTAPEX の開発を行ったことにより前期対比では研究開発費が万円増加しておりますこれらの結果として営業利益は全期対比で5,800万円プラスの5億4,900万円経常利益は6,300万円プラスの5億7,000万円。 当期純利益は前期対比2億7,800万円プラスの4億万円となりました経営指標といたしましてはこの損益計算書の下の部分に記載してございますとおり売上高総理利益率が72.6%研究開発比率が9%営業利益率が18.8%という結果となっております。 具体的な売上げの構成については5ページ目をご覧ください。リカーリング売上げはメンテナンスやサブスクリプション売上げの増加を主要意味に前期の実績と比べ11%伸長しております。またパッケージ売上げにつきましては大型案件や想定を上回るバージョンアップ案件を複数受注したことにより前期の実績と比べ 三十三パーセント増加した八億二千百万円となりました。売上高の構成は総額二十九億一千九百万円の七十パーセントが。サブスクリプション売上やメンテナンス売上を内容とする。リカリング売上で構成されていることがお分かりになるかと思います。次に補足といたしまして、製品別の売上の分析を。 6ページ目に記載しております戦略製品全体としての売上高はサブスクリプションモデルでのサービス提供の強化により前期対比で18.5%の増加となりました個別の製品ではエンタープライズ・デンタル系プラットフォーム製品になる ACMS APEX につきましては大型の案件の売上もあり 全期対比で15.1%増加した5億4200万円という結果となりました。データハンドリングプラットフォーム製品であるラクーンは全期対比で1400万円の増収。w e b e d i システム製品である ACMSWebFramer は全期対比600万円の増収という結果となりました。ACMSB2B や エニートランといった主力製品につきましては PSTN マイグレーションに伴うバージョンアップ案件という特殊効果もあり全期対比65.1%プラスの9億万円でした今後といたしましては ACMSAPEX やラクーンにチームコラボレーションプラットフォーム製品であるプラカルを加えた 三のプラットフォームを確認した販売活動により。デジタルワーク実現を目指していく所存です。次に七ページ目の貸借対照表の説明をさせていただきます。資産につきましては、現預金の増加を主要因として。流動資産が前期末から二億三千四百万円増加し。四十三億三千九百万円となり。 資産合計といたしましては、前期末から7億1900万円増加いたしまして、60億700万円という結果となりました。また、負債合計につきましては、長期未払金や資産除去債務、リース債務など固定負債の増加を主要因として、前期末から1億9100万円増加し、14億3800万円となりました。 純資産につきましては、利益剰余金の増加及び有価証券評価差額金の増加により、前期末に比べて5億2900万円増加した45億6900万円となりました。なお、自己資本比率は76.1%、ROE は11.5%、ROA は10.2%でした。 それでは最後のご説明に入らせていただきますがキャッシュフロー計算書になりますまず営業キャッシュフローは6億4200万円のプラスとなりました主な理由としましては税金等調整前当期純利益が6億1500万円株式報酬費用が2000万円受取利息及び受取配当金が1800万円 売上債券の減少が4,200万円仕入れ債務の増加が1,900万円未払金の増加が4,400万円前受け金の増加が2,300万円本社移転費用の支払額が1億4,800万円法人税等の支払額が1億100万円あったことなどによるものです。 投資キャッシュフローは1300万円のマイナスとなりました。主な理由としましては、有形固定資産の取得による支出が9400万円、投資有価証券の取得による支出が9900万円、差し入れ保証金の回収による収入が1億9000万円あったことによるものです。財務キャッシュフローは配当の支払いが 1>, 1億3900万円あったことなどにより1億4300万円のマイナスでした以上のことから現金及び現金同等物の期末残高につきましては前期末残高に比べ4億8500万円増加し41億4900万円という結果となりました以上大変雑白なご説明で恐縮ですが 2024年3月期の業績を総作、させていただきました。引き続きまして、今後の経営方針等々につきまして、当社の安原からご説明させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。代表取締役の安原でございます。ここからは、先日発表させていただきました、中期経営計画を中心に、 今後の経営方針についてお話しさせていただきたいと思います。こちらが今年度より3か年の新中期経営計画となります。このスライドでは事業戦略、係数計画、財務方針の3つの観点における要点をまとめております。事業戦略につきましてはデジタルワークの実現と当社の企業成長を両立すべく 三本の柱を設定しております。係数計画につきましては、業績伸長及び重要事業戦略指標に加え、戦略的投資を実施の上で、収益性を正確に測る指標を追加採用しております。財務方針につきましては、資本コストや株価を意識しつつ、株主還元の基本方針は変更せず、ROE の目標値、並びに 配当加減額を新規に設定しております。後ほど各観点ごとにご説明をさせていただきます。新中期経営計画のご説明の前に、先ほど金子よりご説明させていただきました、全中期経営計画の最終年度に当たる昨年度の実績について総括をさせていただきます。このスライドでご確認いただけますように、 係数計画につきましては、全中期経営計画において掲げた目標値を全て達成している状況でございます。しかしながら、その内容につきましては、当初の思惑とは異なるものとなっております。まず、売上高ですが、目標値を大きく上回る要因となったのは、紙機に受注したパッケージモデルにおける大型案件や、バージョンアップ案件の特需といった一過性の売上が、 約2億円あったことさらには旧バージョンのソフトウェアに対する割増契約を主としたメンテナンスにおけるこちらも特殊的な売上約1.5億円があったことによるものです。サブスクリプションモデルの展開は想定以上の慎長を実現しておりますがこれらは安定的な売上に寄与する一方短期的には大きな売上とはならないことから 前期の売上高を実力ベースで換算すると約25.5億円という状況となり全中期経営計画の目標値を過労じて達成できたという結果でございますまた営業利益面におきましては後ほどお話しするプラカルを含めた新製品計画や企業成長の加速を基とした増員計画において遅延が発生したことにより戦略的な投資が昨年度後半から ようやく実行に移せるようになってきたというコストの後ろ倒しが大きく影響しております。これは私のご説明の最後で触れます。当期の業績見通しに対してもコストの大幅増加という反動として現れる形となり、多少課題の残る中期経営計画であったと認識しております。さて、新中期経営計画の内容の前に、 現在の社会情勢について触れたいと思います。皆様も耳にしたことがあるかもしれませんが、現代はブーカの時代と呼ばれております。ブーカとは、このスライドに記載の変動、不確実、複雑、曖昧の頭文字を取り上げた造語であり、新型コロナウイルスのような感染症や疾病、地震や台風といった災害、政治的不安定要素、 AI の急速な進化等により世の中の変化が激しく予測が難しい状況を指しております。このような時代におきましては変化に柔軟に対応することに加え情報を的確に収集し分析思考した上で迅速に決断し行動することの重要性が高まっております。これは当社自身はもちろんのこと お客様に対する支援においても重要なポイントとなっております。このような社会情勢において、当社は個人と組織がともに成長し続け、し続けるデジタルワークを実現するを旗印とした、当期から2027年3月期までの3カ年の中期経営計画を策定いたしました。当社の基幹ソフトウェアである エンタープライズデータ連携プラットフォーム ACMSAPEX データハンドリングプラットフォームラクーンは企業と企業をデータでつなげることでお客様の事業を支援しておりますが人と人そして人の持つナレッジをつなげる新たな製品チームコラボレーションプラットフォームのプラカルを加えることで社会のあらゆるつなげるを実現する DAL プラットフォームをお客様に提供し お客様の成長とともに自社も成長していく未来を描いてまいりたいと考えておりますそれでは中期経営計画につきまして冒頭でも触れた三つの観点で順番にお話をさせていただきますまずは事業戦略についてですが全中期経営計画の課題解決も含めて事業成長を担う三本の柱 事業領域の拡大・開拓、収益安定性の向上、人的資本経営の推進を設定し戦略を立案しております。また、これらの戦略を実践することで、当社が目指すデジタルワークの実現を図りたいと考えております。一本目の柱は、事業領域の拡大・開拓です。 現在のメイン市場であるデータ連携市場の拡大に加えプラカルによるコラボレーション市場への進出そしてさらなる事業領域の拡大・開拓を基とした M&A や海外展開の検討を進めてまいります特に M&A につきましてはまだ具体的なお話はできませんがこの3カ年で身を,身を結ぶことができるよう今まで以上に注力してまいりたいと思います 二本目の柱は収益安定性の向上です。全中期経営計画でも力を入れ、成果を上げていたサブスクリプションモデルによるソフトウェアの提供に加え、プラカルやクラウドサービスでの ACMS の提供といったサービス画のビジネスを拡充することで、売上におけるボラティリティを最小化し、直近では急速な伸長は望めませんが、 安定的に成長路線を描けるようにしていきたいと考えております。加えて、将来の収益に寄与する戦略的な投資は継続しつつも、コストの最適化を図るべく、業務効率の向上も図ってまいりたいと思います。そして、3本目の柱は、人的資本経営の推進となります。当社として重要視する4つのプロフェッショナリティのタイプに加え、 当社の求める人物像に合致する人材を獲得・育成できるよう、人事制度の改革や新たな労働環境の整備を行い、企業の経営基盤を強固なものにしていきたいと思っております。次に、係数計画についてお話をさせていただきます。事業成長を係数で測る上で、 最も重要かつ分かりやすい指標として、総売上高を選定し、前期実績29億円に対して、当中期経営計画の最終年度の目標値として、33億円を設定しております。伸長率としては低いと思われるかもしれませんが、前日の事業戦略に基づく収益安定性の向上の根幹であるサブスクリプションモデルの売上に、 重きを置いておりソフトウェアライセンスの売上比率において前期実績では40%強であったサブスクリプションモデルの売上高比率を80%超まで引き上げる計画を立てているためであり収益安定性は非常に高くなると期待しておりますそして収益安定性を図る上で重要視しているリカーリング比率について前期実績7 1 71.2%に対して当中期経営計画最終年度の目標値を80%以上と設定しております前期までの特従要員の反動によるメンテナンス売上げの減少を想定しつつも総売上げ高でも触れたサブスクリプションモデルの売上げによりリカーリング比率を上昇させていきたいと考えておりますそして 全中期経営計画において指標としていた営業利益に消却費と株式報酬費用を加えることで戦略的投資を実施する中でも正確に収益性を図ることができることを理由に EbitDA を採用しております。こちらにつきましては移転に伴う旧オフィス設備の割増消却費約1億円を含む前期実績と同等水準の 7億円を目標値として設定しております。最後に財務方針についてですが短期的な業績指標に基づくものではなく財務体質の強化と長期的な企業価値の向上を踏まえたものでありたいという考えのもと安定的継続的な配当を実施する観点から株主資本配当率 DOE3.5% の水準をめどに 配当を行うという株主還元の基本方針は変更せず収益モデルの転換期で業績の大幅な伸長を描くことが難しい中でも株主の皆様のご期待を裏切らないため前期実績に対する配当額25円を加減額とした配当を行うとともに優待制度の継続を行いたいと考えておりますただし株主の皆様に対する真の還元は 当社の企業価値向上であるということも認識しておりますので、この企業価値向上を図る指標として、ROE を中期経営計画最終年度において15、15%以上まで向上させることを目標とさせていただきます。ここまで説明させていただきました中期経営計画の1年目にあたる今期につきましては、 こちらに記載の施策を中心として事業を行ってまいりたいと考えております。まず事業領域の拡大開拓においては、クラウドサービスでの ACMS の市場投入。この後に簡単にご説明させていただきますプラカルの市場投入と、今期中の利用顧客の獲得、そしてさらなる市場拡大を基とした M&A の実現を目指してまいります。 収益安定性の向上につきましては、ソフトウェアライセンスにおけるサブスクリプションモデルでの受注強化、特需による減少だけに影響を食い止めるべく、サポートレベルの、サポートサービスレベルの維持向上、戦略投資以外のランニングコストの適正化を実施してまいります。人的資本経営の推進においては中期、中長期的な視点で企業成長に寄与することが期待されるような、 優秀な人材の積極的採用を継続、継続するとともに、既存の人材に対しては階層別教育の強化を徹底することで成長を促し、パフォーマンスを最大化できるようウェルビーイング施策についても積極的に施行してまいりたいと考えております。ここまで私のご説明の中でも何度も触れてまいりましたフラカルについて、 簡単にではございますがご紹介させていただきたいと思います。チームコラボレーションプラットフォームであるプラカルはコロナ禍におけるデジタルワークを実践していく中で当社のメンバーが感じた業務上での課題解決のために自らの技術力によって設計開発したものになります。日常的な業務タスク管理に利用することにより計画実行が習慣化する というコンセプトからそれぞれを英語化したプラン・アクト・カルチャーを組み合わせてプラカルという製品名にしました。B2B B すなわち企業・組織をメインとしていた当社においては初めての試みとなる組織の中の個人をターゲットとした製品で B2B B の業界で培ってきたつなげるという当社の強みを人と人そしてその人が持つナレッジをつなげることで 今までコラボレーション市場にはなかったと思いますが、自律的人材の育成を実現するという観点で市場に展開してまいります。7月17日にリリースを予定しており、今月末にはプラカルのウェブサイトも開設,開設予定ですので、ぜひとも今後のプラカルの動向にご期待ください。最後に、 当期の業績見通しについてご説明させていただきます。今期は当社の売上げの軸となっておりますソフトウェアライセンスの提供形態をこれまで以上にサブスクリプションモデルへシフトする計画を立てており短期的な売上げとなるパッケージ売上げの比率を下げつつも前期の実力ベースでの総売上高25.5億円を上回る計画となっております。他方 利益面につきましては、減収に加えて、前期後半からの人員増加による人件費の増加や、新製品関連の投資強化といった戦略的,戦略的投資については、引き続き増強することもあり、いずれも前期比30%超えの減益を計画しております。減益の最小化を図るべく、コストにつきましては最適化を図ってまいります。 配当予想につきましては、中期経営計画の財務方針でも触れております通り、配当加減額に設定しております25円とさせていただいております。事業体質の転換期であり、非常に厳しい計画数値となっていることは重々承知しておりますが、中長期的な視線においては、避けては通れない場面であることをご了承いただけますと幸いでございます。 私からのご説明は以上になります。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。今後とも当社へのご支援をよろしくお願い申し上げます。